そしてその被害を最も受けているのが山里にある農村なのだ。行くぞみんな、奴らを追い払う。なぜこんな気持ちになるのか、本当にこんなことは初めてだ。そしていよいよ試験当日となった。ダメだよ、嬢ちゃんたち、猟銃は二十歳になってからじゃないと。そうですよね。狩猟免許の取得は二十歳から。見ようはあと2年で取れる。それは名古屋だ。卵産んだ。なあほな、誰かのいたずらなんじゃ。しかもゆで卵。間違いない、これはモテてる。園川桃香、人生最初で最後のモテ期の到来であった。園川のやつ、急にいなくなったと思ったらしっかり我を失ってんの。もはやコスプレの虜。桃香様。ま、お前、はい、いつもここで飯食ってんのか。 お前友達いないのか。委員長なのにいないのか。暗そうだからか。さあどうだろう。まさ、え、男子なのに肌超白いよね。何使ってんの。私の方が先よ。ちょっと私の方が先よ。バカバカしい。逃げ場なんかないんだから。入って怖い。そのか、部長、どうやら反省したようだな。はい。さあ来い、お前のロープだ。はい。なんで俺のこと避けてんのかはっきり言え。じゃあ言うけど、最近ハルといると胸が苦しい。勉強にもなぜか集中できない。だから今は顔を合わせたくない。いやそれ好きと言ってること。そんなのどこの化け物相手に使うんですか。持ってるだけで幸せなのだ。もしもし。何、不審者が出ただと。そうなんです、不審な人物が校内に入ったという情報が寄せられていて。品質行くか。違うでしょ。水谷さんが言ってるのはそういうことじゃないでしょ。特別に思ってなかったら苦しくなるわけないでしょ。なんで不安だって言ってるのがわからない。